はいどうも、キスケです。今回ついにね、ナーフ情報解禁されたので、ちょっと一緒に見ていきたいと思います。はい、まずですね、1枚目、ニュートラルクラスのレジェンドアリスがナーフついにされましたね。ファンファーレ、自分の手札のニュートラルフォロワーすべてと自分の他のニュートラルフォロワーすべてをプラス1プラス0する。だからその体力にバフがかからなくなったっていうだけですね。いやこれね、もうちょっとナーフされてもいいんじゃないかなって思いましたね。これだとまだまだ使われるカードですね。やっぱりそのプラスゼロではなくて、何が強いかって言ったらね、プラス1の攻撃力が上がって、攻撃力のスタッツが上がって一気に相手のフェイスのダメージを削り取るっていうのがね、やっぱりアリスの使い方なんで、このナーフだとまだまだアリスの環境は終わらないっていう感じですね。はい、次のカードは黄金獅子ですね。最近ねずっと暴れ回っていたビショップのレジェンドカード黄金獅子がついにナーフですね。コストが9になったと。7から9になったんですね。まあやっぱりその今の環境ね、すごい猛威を振るっていたんですけども、ついにナーフされたと。ただコスト9になったので、やっぱりテンポは遅れますよね。だからまあ2コス上がればちょっとはやっぱり使用率は下がりますね。これは結構痛いナーフなんじゃないかなと思いましたね。はい、次のカードはタービガエル。ついにナーフされるんじゃないか、ナーフされるんじゃないかと言われてきたタービガエルがですね、ついにナーフされて4コスになったと。3から4になったんですね。まあそうですね、だから3ターン目にタービガエル、4ターン目ホワイトジェネラルっていう動きがちょっとね、使いづらくなってしまったっていう感じなんですけども、それでもまあ1コス上がっただけで結構ね、使い勝手は変わってくるんじゃないでしょうか。結構タビガエルね、使用率下がってくるんじゃないかなと思います。さあ次のカード、カトンの術。相手フォロワー1体に3ダメージ、エンハンス6で3ではなく6ダメージっていうことで、潜伏がいたら6ダメージではなくて、エンハンス6で6ダメージってなったんで、いやもうカトンの術かわいそうやなーって思いましたね。エンハンス6でね、6ダメージってね、もうほぼ誰も使わないでしょ。ね、ほぼ使わないね、誰も。ごめんなさい。だから、やっぱね、もう潜伏ロイヤルの時代は終わったのかなっていう感じがしましたね。ただカトンの術をナーフするぐらいなら、もっとねナーフしなければいけないカードあったんじゃないかなって思いますね。水流神の巫女であったり、トランプナイト収集であったり、まあ、そういったねカードの方がねナーフされて欲しかったっていう人はね結構いそうですね。結構いそう。だからね、正直まあ今回のナーフは黄金獅子がまあこれで少しは減るんじゃないかっていう感じのナーフでしたね。はい、それではね、今回ナーフ情報を一緒に見てきたんですけども、よろしければね、チャンネル登録、グッドボタン、チャンネル登録は画面右上の僕のアイコンから、その他もろもろ動画出してますので、よろしければぜひご覧になってください。それでは良きシャドーバースライフを。バイバイ。